はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、ボロスリアニということで、もうすぐね禁止書いてあるということで、おそらくまあ偶話は禁止になるんじゃないかなと言われてますんで、まあ、その禁止改定後ですね、はい、偶話がない状態での、環境を想定してのデッキになります。まあ偶話抜いてます。はい、まあ代わりに、まあ、苦々しい作業、まあ、これも結構偶話入ってても採用されてましたけどね、まあ大勝ちの方が代わりになってるのかな。まあここら辺採用して、はい、エターリ、アトラクサ、ファイレクシアへのも、まあ、ここら辺を釣ってくるというね、まあ、そういう感じのデッキになっております。まあ、序盤どうやって耐えるかだったんですけど、兄弟仲の終焉と、ゴバカーンへの進行、まあ、あとここら辺の労働者でブロックしながら、まあ、あと放浪者でね、なんとかしていくというね、感じになります。さあ、それでは早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、キープしていきます。お相手はエンチャントかな。そんなに引きを悪くされても、ここはブロックしていきましょう。まあこれで次のターンエターリは出せそうですけど、向こうはフォローを警戒という感じでしょうか。さあ、報復将来、門捨てましょうか。一発殴っとくかも。サダック、他はね、多分来ると思うんだけど、もう一発報復将来、相手のクリーチャーで倒しに行くか。
カーリとかそっち系のカード引いてほしいんだけど、ね、どうする、まあ一回流すか。さあ労働者、さあカード引いていきます。さあオバカンへの進行、向こうもこのトカシアへの歓喜あるからな。このアドの稼ぎ方が同じなんですよね。全然優位にならん。なんだったらこれ2枚並んでる分向こうの方が強いんじゃないか。難しい再開、山捨てます。そう来るか。次の捨てるカードが欲しいな。さあターン終了。あのコツカが結構厄介なんだよな。ここら辺でちょっと引いてくれないと厳しいぞ。厳しいか。もういいかな、しゃあないね。さあ、トラックさせてます。報復将来でアトラクサを釣ってくる。
おー、国別が来た。さあ、苦々しい再会です。こうつけます。さあ、ダックカード2枚捨てる。苦々しい再会と大勝ちいらんかも。まあとりあえずこれでこっちから守りつつ、さあ飛び上がった。さあこの呪言が鬱陶しい。まあ、こちらの切り札、国別ね、向こうはどうなんでしょう。警戒してんのかな。サブロック。いや、ギリギリだな。ここでコツカツ買ってくるか。めっちゃありがたいな。アーティファクトはいらんな。クリーチャーとエンチャント追放。さあとりあえずいろいろ起こる。もうターン終了でいいか。
さあ、フォローを出して。I've learned much during my travels. Let me show you. I have got new moves to teach you. まあ、得たり出すまでもないよ。Remember your training.サダック。もうほんとね、ライブラリーと相談しながらやらんとね、ライブラリーが切れそうで怖い。もう一枚門出しときましょうか。はい、対戦ありがとうございました。今やってしまったね。マリガン戦とダメなハンドだった。手なりで OK してしまった。普通に土地が伸びていく向こうエスパーか。普通にね、土地が伸びていって最終エターリンに行き着くんじゃないか。これお互い最初の呪文がエターリだったら面白いのにと思ったんだけど、なかなかそうはいかんの。サダック。さあ、報復将来。なんかさっき1マナで止まったのが気になるけど、呪文貫きはなかった。確実に次のターンもエタリ出していきたい。向こうはもう結構無理せんとね、きついと思うんで。さあ、アタック。
Keep watch for intruders. さあ、苦々しい再会。さあ、ターン終了。まあ、告別とか来ますかね。できれば使い切ってほしいけど。はい、大変ありがとうございました。さあ、特徴出します。リゼットか。さあ、トラクサ捨ててカード2枚引きます。動いてこんかったね。じゃあ殴っていきましょうか。さあ、これでターン終了。これは呪文貫きがあるパターンかな。Back to wandering. まあ、だとしてもいかなしゃあないわな。さあ、報復将来。着地できましたね。さあ、ついでに速攻つけて殴っときましょうか。さあ、ダック。さあ、2枚捨てます。向こうのキーカードなんだろうね。さあ、戻されて、さあ、エターリ。
できたらクリーチャー出したかったけどな、残念。対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ボロスリアニということで、偶話を抜いて構築してみたんですけども、まあまあそれでも回るのは回るかなと。まあ3ターン目の相手のプレッシャーがちょっと減った感じはありますけど、あと分回りトークンから宝物出してっていうのがなくなったっていうのはありますけど、まあエターリ雑にやっぱ強いね。あとまあアトラクサに門に、まあここら辺出せたらだいぶ、ね、勝ちに近づけるのかなというね、パワーカードですね。はい、まあそんな感じで、ね、リアニが好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。